大臣あの来ていただきましたので、あのデジタル関係であのココアアプリについてもお伺いをしたいと思います。あの運用自体は去年の11月に停止をされましたがあの、本当にこれ、利用者の数もなかなか伸びなかったり、えー、不具合も発生したりということで、本当に役に立っているのかというのは、私あの、まあ、ずっと疑問に思っているところもありまして、委員会や、えー、本会議などで質問をしてきました。実際です、ね、運用ががが終わっててて検検証証をしししこれれ私も読ままませていいたたただきましたが総括報告書というの,があの先月発表されました検証する作業 本当に大事なことだと思っております。ただまあ中を見ますとなかなかですね、やっぱりいろいろ問題点があったと、えー、ここはを利用して良いことがなかったという方が六割だったとかですね、開発や保守運用の体制整備が十分ではなかったとかいろいろ問題点というのも挙げられています。運用自体はもう終わっていますので、じゃあ次どうするかということが大事ではないかなというふうに思います。これだけしっかりとまあ検証をしておりますので、まあ同じようなことが起きた場合にちゃんと当初から、えー、しっかり活用されるそういったアプリなりなんなりを。 作っていくそういった作業にどうこの 検証作業、もしくはココアを運用した2年ぐらいになるんですかね、その間の経験を生かしていくのか、このたりについて、お聞かせいただけますでしょうか河野国務大臣。国会につきまして、さまざ、あ、まな問題があったことは事実でございますが、えー、かなり多くダウンロードされ、使っていただいた方、行動変容をしたという方もそれなりにいらっしゃる、あの決して無駄ではなかったというふうに思っております。あの今委員おっっししゃたたようにここのののパンデミックこれでで終わるわるけではなくてまたいつかか何がしかのものがも その時にこうした仕組みを最初からしっかり使うためにどうしたらいいのかあの何が足らなかったのかということと今後どうしたらいいのかということをしっかりあの検証をしたいということでこの作業をやらせていただきました今後次のパンデミックの時にデジタル技術をどのように活用するかという点につきましてはまずどういう機能が必要かということを関係者の中で速やかに合意をするということそれからこの感染症の 対策上の位置づけが明確でなければならないということそれから PDCA サイクルを意識した設計と課題がやはり何がしかの課題は出るんだと思いますがその課題に速やかに 対応しそれを改善することができる開発運用体制えこれを備えておかなければならないということそれから利用者の信頼と利用を継続してもらうためにはこのユーザー目線でしっかりと運用をしていくということが大事だこうしたことを挙げておりますまたあのパンデミックの時に突然何か新しいものが出てくるというよりはこの日常的に利用しているツールをパンデミックの際にも緊急時に活用するそういう いう仕組みであった方がいいんだろうということで、あの次は何か日常的にも活用いただけるものを、パンデミックの際に緊急対応で使っていく、そういうことができないかということをデジタル庁としても、今後、政府内でいろいろ相談をしてまいりたいというふうに思っております清水貴之君。はいいいよろししくお願いいたします